おはようございます、アーロンバックスです。7月31日土曜日、現在の時刻は7時ぐらいですね。今日の目的地は、乗り越し峠へ向かいたいと思います。およそ100メートル先、左方向です。到着。トイレ休憩します。右方向です。8キロメートル道なりです。きれい。釣りしとる人誰もおらんな。いつもここいっぱい鮎釣りに来てる人多いんだけどね。すぐ乗り越し峠の入り口ですね。まあ入り口とは言っては言ってもただの曲がり方なんですけど、ちょこっと住宅街を抜けて峠道に入ります。上三三谷組、ここデイキャンプできるみたいですね。ちょっと住宅街を抜けてもうワインディングになりますね。路面が濡れてないといいんだけどな。一回来た時は路面が濡れてて、まあ濡れてるだけだったらいいんですけど、結構苔むしたところがあって、そこにさらに落石も加わってたんで、まあやめたんですけど、まあ今回も落石はあると思うんですが、濡れてなければいけると思うんですけど、どうかな。こんな感じで苔が生えてるんですね。全部じゃないんですけど、若干湿ってるな。赤霊が逃げる逃げる、ずっと道案内するように前を飛んでおります。ちょっとカメラじゃ映らないとは思いますが、ここはね、まだ道が綺麗なんだからまだいいんだけどな。途中から結構道が荒れてくるんですよね。1回目来た時よりはだいぶ小石が減ってるな。あ、でもやっぱり落ちてるね、石が。
ところどころ側溝の蓋が隙間があるんで、バイクは気ぃつけないとやばいっすね。落ちたらパンクするよな。よです。こういうターン。いや、いいね、雲が。4km 道なりです。この感じだったらたどり着けるかな。こないだ道間違えたっぽいな。このちょっと手前を曲がったような気がするな、この間は。道間違えたから余計道が荒れてたんかな。なんかもっとなんかめちゃめちゃ苔むしてて路面が濡れてるもんだから、おお、すげえ抜けがいいね。もうリアタイヤズリズリに滑ったんでこれは絶対こけるとか思って、まあ帰ったんですけど、この道もずっと全部向こうまでは抜けられないと思うんですね。頂上から先は多分、崩れてて通行止めになってるようなことを聞いたんで、行けても頂上までらしいです。石がゴロゴロ落ちてるんで、動体視力を鍛える時間みたいです路面ちゃんと見てないとやばいね。おお、すげえ、結構高いな。200m 先、目的地は左側です。もうすぐ着くな。結構早かったじゃん。まだ8時20分だな昼飯ここで食おうと思ったけど、ちょっと早すぎるな。目的地は左側です。お疲れ様でした。もうちょっとなのに。ああ、いいか、ここだ。
じゃあ気をつけて。東に進みます。やっぱちょっと標高が高いんで涼しいっすわ。いや、下からロードバイクで上がってきたお二人さんとしばらく話してたんですけど、やっぱあの行き止まりから向こうはもうすぐ、崖崩れで全然人も通れるか通れないかぐらいの崖崩れで全然行けないっぽいですね。下の村からここまで上がってくるのに1時間ぐらいらしいです。でも1時間で来ちゃうんだよね。バイクで来たって30分もかかってないか。何分かかったかな。まあまあ時間かかって上がってきてるけど、で今まだ8時50分なんで、このあと、まあ、ここ行けなかったら揖斐高原の、なんだったっけ、揖斐高原のもみじロードだったっけな、もみじ街道かっていうのがあるんですけど、そちらの方に、ちょっと回ってみようかなと思います。まあ、そっちも初めて行く感じなんですけど、まあまあここよりは全然走りやすい道で、眺望もそこそこいいみたいなんで、そちらに向かいます。さあ、この小石を避けつつ無事に降りられるでしょうか。またフラッグ立ててるー。